はい、はい、今回の雑学はこちらです。はい、ということでね、黒板を書いた時の嫌な音が出るわけですよね。ですね、黒板を書いた時の音はですね、研究者によると 90% 以上の人が本能的に不快感を覚える音なんです。そうですね、この音響を分析した結果ですね、人間の祖先の猿の一種マカクザルが危険を仲間に連絡する際に発する叫び声の声紋と一致することが判明したんですね。人間が猿だった時の遠い記憶みたいなものです。はい、他に高周波やそれに近い音は人体に悪影響があるので生理的に受け付けないという説もあると、はい、言われます。